皆様こんにちは。本日発表させていただく機会をいただきまして感謝申し上げます。で私どもの水素燃焼の経験を皆様と共有できることを嬉しく思います。もう25年の経,経験がございます。でここ5年ぐらいは水素ガスを預かっております。それでは。 オルクリ社のグループですけれども私どもにとりまして水素燃焼というのは非常に興味深いものだと思います。で技術的な内容に入る前にまず簡単に会社についてご説明いたします。で特殊な特徴としましてオルクリグループは共同組合ということです。 でですので資本は労働者組合,の組合員のものですで。労働者がこの会社のオーナーであるということです。1200人の従業員があり売上高は約2億5000万ユーロで95%以上を輸出しておりますで。スペインのバスク地方、中国、スペイン、イタリアに生産工場があります。 モンドラゴングループの一員でありますで、バスク地方に根ざしている会社ですが8万人がモンドラゴングループで働いていますそしてオールクリのパーのポートフォリオですけれども多分リスクとそれからオポチュニティの両方があるということです 4つのビジネスユニットがございますが、すべて、えーまあ、このガスのユニットと同じように、さまざ、あ、まな、えー、リスクとそれからオポチュニティがあります。時系ユニットやテモパーで世界的に知られていますし、ヨーロッパでこの コン,デンサコンデンシングボイラー用部品の分野でも大きな存在解を示しています。本日は燃焼を、これ右下をご覧ください。これボーイえ、バーナーですね。これは単化計素の繊維からできているもので、もともとあの日本であったものです。で、これ20年前から扱っております。 そしてこれはセラミックのそれから炭化系素の繊維からできているものです。で私どもは多孔質機材をを用いた特殊バーナーナの開発を専門としておりますでこの多項質という特徴というものを活用してこれをコンデンシングボイラーにおける加工技術と適用をしています。 でこの水素ですねを活用してこれを行ううとというここですこれ加工技術で私自身エンジニア部門で25年以上働いておりますが非常に技術的にも難しいものでしたそしてこの水素燃焼というのが非常に難しいテーマでかつ非常に面白いことでもありますそしてオルクリ社では こののシステムの設計といいう方にも関心を持っています私どもの方からはポートフォリオを少し付加価値がついたものにとしていくということに関心がありそれでコンデンシングボイラー向けの製品へのアプローチとしてさまざまなものを作っています。 水素の世界というのは後ほどまたご説明いたしますけれども水素燃焼についてもご説明しますが完成カントロール、制御というものが非常に重要です。そしてこのコンデンシングボイラーについての技術 といたしては家庭用にこれらを開発したものに家庭で全く問題がなく安全に使えるようにすることというのが非常に重要なことですではサプライヤーからはどのようなことが求められているかということですが例えば私どもが連絡を取っているサプライヤーからは2種類のバーナーが求められています 20%から30%の水素を含む従来型ガス混合器への対応と100%水素シナリエの対応という2つのパターンです。で私どもは20%から30%のブレンド型というのは問題ないと思います。もう一つの問題といたしましては例えば100%水素で作るボイラーに変えるという時。 効率性というものを失わない形で行われなければならないということでこの我々のバーナーの開発というのは CDTI にもサポートされてきましたで非常に複雑なプロセスです。というのも水素のこのフラッシュバックという特徴ですねこれは自己発火をしてしまうという問題があります。 この低い温度で自己発火をしてしまうというのが水素の問題点です。で、これが素材をどのように水素を燃焼させるときに選ぶかということが問題になってくるわけです。ヨーロッパで今ではどのように行っているかということですが、スマートボイラーというものはどういうガスがそこに供給されるかということを防 ボイラー自体は認識しなななけれればなららないいと考えられていますで。我々といたしましてはソフトウェアをそしてセン,ソセンサーとそしてバーナーというものを適用してでウェ,ペ指,数ウェペ,指数ウペ指数においてトレランスが高い形に設定しています。 これは100%の水素の燃焼シナリオですがこの一番問題となるのはフラッシュバックが起きることが最も危険で問題となるものです。そして2つ目の問題としては水が凝縮して出て出くるとということで,すですからこの CDTI はこの凝水水。 えー、つまり、えー、この断熱材ですねそちらをどのようにするかということですこの水がたくさん出てくるということに対応するテクノロジーを回復しなければなりませんそしてまたイタリアでこれはえー、っと私どもが参加しているプロジェクトで出てくるんですけれどもガスとそしてこの熱交換を行うための 金属というものをですね熱交換器におけるこれは脆弱さそして腐食の問題というものも分析する必要があります。それではここでご覧ください技術的にどのようなことを私と水素を使って行ってきたのかというのを写真を持ってご紹介いたします。これは バーナーの多孔質セラマケ基板をベースにしたこれはソリューションです。こちらは CDTI に非常に密度の高いバーナーセラミック基板のバーナーというものを使えるように支援をしていただけるように相談してそしてこの多孔質セラミック基板では見られなかったのは こののの自己発火というものがの問題です例えば530540度になるとこの事前にブレンドしたものというのはフラッシュバックではありませんが、えー、じじ自己発火というような現象が見られました。ですのでバーナー表面あたりの出力 密度を低くするなどの必要がありましたこれは昔効率性が悪いということで使われなくなって今はプリミックスというのがヨーロッパでは使われているんですがまたここで昔の燃焼の方法に戻るのが推奨されているようです。フラッッシュバックを避けるためですこれは 安全性というのを最も重要視するという考え方に沿った時にこのような態度になります。でこれは、えー、と目で見ていただくためのスライドですけれどもこれは熱が、えー、と熱の温度が見えるようなカメラで撮ってあります。これはこれは、えー、ランダム値ラマダ値に関 関係なくこのように見えるということですで、このえー、っと状況の問題というのは自己着火という問題があったわけですで、より詳しい写真がここで見られますそしてここで空気を入れないでインジェクションをするという方法が考えられますそうすると非常にフラッシュバックが起きなくて最も安全な方法だと言われています 最後にお見せしたいのは日本とスペインの共同研究ですがそのアイデアについてですけれども例えばファイバーを作ったり基板を使ったりするようなテクノロジーがございます膜というものも用いながら行います化学反応のベースとなるサインを使った膜を開発する能力があります そしてもし日本の皆様がスペイン特にバスク地方に投資に関心のある方がいらっしゃいましたら是非あの投資をしていただいて雇用を創出したいと思っています。そしてまた期間に関してですけれどもこの時間がかかるということは ガスが到着してそれが一般家庭に水素ガスが使われるようになるということもシナリオの一つとして想像してくださいで、戦略的な決断というのを私どもはそういう意味でもえしなければならないと考えていますで、将来の投資というものを真剣に考えていかなければならないと思っていますご清聴ありがとうございました